滝安寺は大阪府美能市美濃公園にある元山修元宗の寺院。3号は美濃山。宝くじの起源である富くじ発祥の地とされている。お金ではなくお守りを配る古式に則っ,った富くじを2009年に復活させ、毎年10月10日に行っている。時伝によれば658年に縁のオ津が美濃滝の下に道を建設し、 本尊の部ざ天造を安置し、美能寺と命名したのが始まりである。平安時代に、後白河天皇が編纂したとされる、両陣秘書に、聖の住処はどこどこぞ、美能よ、勝ツよと歌われている。後醍醐天皇が沖に島流しになった際には、森吉新皇が当時に帰還義塔を依頼したという。その後、滝安寺という事後を賜ったとされる。 その他にも山岳霊場として栄え、空海や日蓮、蓮如が修行したほか、現在もごま法要が行われている。山門は、江格天皇が1809年に京都御所から移築したものである。また、別在天本堂は、御水の天皇の直命により1656年に建てられた。この別在天は日本四別在天に数えられる。通路側にある法王閣は、 昭和時代初期の建築物である。室町時代末期に織田信長によって消失し、江戸時代になって御水の天皇の援助によって現在地に再建された。また、天正3年に深いを挙行した。これを日本の宝くじ発祥とする見方もある。祈願の目的とした滝安寺の美濃富の記録は後日のように、さらに平安時代まで遡る。 微罪点を祀っているところから芸能のテーラーとしても知られ、近松門左衛門、坂田東十郎ら上方歌舞伎関係者が大般若経を奉納している。鎌倉時代編参の不牧和歌賞に収録された藤原兼高の歌に滝安寺で行われていた美濃富について記されている。これによると約950年前より古くから富久寺の原型があったことになる。 金銭を配るのではなく、当選した者は、大福越しが授けられたという。戦国時代の1575年には、深いが始まり、江戸時代に刊行された、説明書所杖にも、美濃富の賑わいが描かれている。明治時代初期に中止となり、万人公くじと名称、形を変えて、2009年に美濃富が復活した。現在行われている宝くじの源流とされる、 江戸時代の富くじは、この美濃富が発祥と考えられている。自社が修繕資金を集めるため番号が入った富札を発売し、同じ番号の木札を箱に入れて、期日についでついて選び当選者を決めた。大阪府美濃市美濃公園2の23、弁財天秋祭り、美濃富146年の時を経て復活。 美濃山滝屋ステラホームページラジオ年間昭和16年版 P323 ありがとうございます。